キがいる、ウルトラの母がいる、そしてタローがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。それはじとじとと雨の降り続く梅雨の夜のことであった。赤ん坊の声だ。そうらしいな。こっちか。こうした事件がすでに7回も続いて、吸血鬼殺人事件と呼ばれていた。被害者の血が一滴残らず亡くなっていたからである。はい。なんだ、森山君朝っぱらから。なんだって？殺人？殺人事件なら警察の仕事だろ。はい、もう延長しかけなかった。俺が行くかいやんか。夜勤明けの日ぐらいゆっくり寝かしてくれよ。東さん、ただの殺人事件じゃないの。怪獣が出たのよ。何？怪獣？よし、わかった。すぐ行く。こちら、乗りください。立ち入り禁止ですよ。現場はお寺の境内に。どこですか、怪獣は。怪獣？ええ。何を眠けてるんだ。怪獣なんかいません。じゃあこの騒ぎは一体。吸血鬼がまた現れたんです。ああ、例のですか。よほど血に飢えた変質者ですよ。まったくひどい奴がいるもんだ。なんだ、怪獣じゃないのか。お、大将。おお、東、ご苦労さん。一体何ですか、さっきの電話。いやー、すまんすまんすまん。あーでも言わんと、お前は出てこんからな。実はな、今度の事件は警察から応援してくれと要請があったんだ。そうだったのか。副隊長、警察はお手上げなもんで我々に下駄を預ける気でいるんですよ。とにかく怪獣事件でなきゃ俺は帰らせてもらいます。おい、眠った。おい、まあまあまあ、ちょっと言うな。たまには警察に応援してやらんとな。手分けして捜索する。怪獣だったら足跡の一つぐらい残ってるはずだ。足跡？おう。おー、綺麗な花だな。隊長さん、何か見つかりましたか。別に何もないよ。よし、これだけ探しても何の手がかりもない。やっぱり怪獣じゃないようだな。そうですね。こんなとこ一人で歩いたら危ないよ。うん。お家はどこ？あっち。あ、そう。うん、こっち。え？え？お嬢ちゃん、お名前なんていうの？かなえ。あ、そう。かなえちゃんか。道がわからないんだな。この辺だって言ってたね。
どこがお家？ここ。ああ、ここか。じゃあ、お宅のお子さんじゃないんですか、この子。変な言いがかりは用意してよ。見たこともないわよ、こんな子。うるさいわねえ、ほんとに。どいつもこいつも。静かに立ってば。今でも一人暮らしてたいくらいさ。これ以上子供が増えてたまるもんか。その直出機は用意してくんねえか。かなえちゃん、本当にお家はどこなんだい。そこ。ん？え？ここは俺が下宿してる家だよ。頼むから思い出してくれよ。あそこ。空が家か。悲しくなっちゃうな。東さん、何やってんの？いや、森山くん、よく来てくれたな。うちの中を見てくれよ。掃除してないんでめちゃくちゃだ。沙織さんがいないとしょうがないわね。よいしょっと。どうしたのこの子。いや、実はそれで弱ってるんだよ。あら、この子覚えてるわ。え？お、森山くん知ってるのかい。ええ、去年のクリスマスに施設の子をザットに招待したの。その時一緒に遊んだ子よ。その施設は親に捨てられた子供ばかりだったわ。え？お腹が空いてたんだね。うん、おいしい。待ちなさいよ。そんなもの食べないでも今何か作ってあげるから。実はここんとこ昼飯は毎日これで飽き飽きしてたんだよ。呆れた。沙織さんサークルの合宿から帰ってくなさってだっけ。うん、あんな姉貴でもいないと全く宇宙だよ。好きなのかい花。うん。森山くん、ちょっと。何？今施設に問い合わせてみたんだがね、かなえちゃんは2ヶ月前に里子に出されてるんだよ。あら、そう。その里親ってのが八つぼさんって言うんだってさ。ほら、松坊さんって言えば大変なお金持ちじゃない。夫婦に子供がないんで引き取ったらしいんだ。これあげる。僕にくれるの？うん、あげる。そうか、じゃあもらっとくね。ありがとう。ここがかなえちゃんの家か。すごいんだな。奥様、奥様、お嬢様が。まあ、かなえちゃん、どこへ来てたのよ。ママ、とっても心配したのよ。どちらの方か存じませんけれど、本当にありがとうございました。いや、この子ったら道もよくわからないのに、ふらっと出歩いては、しょっちゅう迷子になって、ご迷惑かけてますの。ダメじゃないの？あれほど一人歩きさせちゃいけないって言ってあったでしょ。すいません。さかなちゃん、お昼寝しましょうね。お嬢さん、参りましょう。さようなら。さようなら。またね。はい、行きましょう。あの子はどういうんでしょうか。ちょっと変わったところがありましてね。うちでもほとんど口を聞かないんですの。自閉症って言うんですか？そんな病気にでもなったら大変だと主人と心配してますの。身寄りのない子供を引き取ったといえば聞こえがいいけどさ、どうもおかしいと思ったら。うん、かわいそうだな、大人に利用される子供は。だいたいその子を捨てた母親は良くないよ。そうですよ。だいたい近頃の女と来たら自分の都合しか考えないんだから。上野隊員、そんなこと言っていいの？そうよ、男こそずるいじゃないの。そうよ、そうよ。そんなこと言ってねえ。さあ、問題を整理してみようか。そりゃあさ、子供を捨てるなんてよくないわよ。でも子供を捨てたくって捨てる人はいないわよ。そうでしょ？よっぽど生活が苦しかったのよ。だからかなえちゃんの本当のお母さんを探し出して、そこへかなえちゃんが戻っても、幸せになれるかどうかわからないし。難しいな。お姉ちゃんもよく喋るけど、森山さんもよく喋んね。僕だってま、下子みたいなもんだよ。どうして？お母さんはいないし、
お父さんは後悔で、指示打ち上げっぱなしだろ、寂しくない？寂しい時もあるけどさ、学力室だって始まんないし、まあ、親がなくても怖さだって言っていいじゃないか。があるかどうかわからないわ。でもとにかく根っこを突き止めようと思ったんだけど、これから先は見当たらないの。多分根っこの方は逃げたんだな。待てよ、この花は、あの子の花だ。森山君、宮坪さんの出会いを調べてくれ。はい。はあ、でも困りますわ、こんな夜中に。どなた？ザットの東光太郎さんって方です。知らないわ、お断りして。そう申し上げたんですが、どうしてもって。知らないわね。もしもし、岩坪ですけど。あ、昼間の若い方。何でしょう、ご用件は。お花？うちの家内があの花をどっから持ってきたかですって。知りませんよ、そんなこと。じゃあ夜分も遅いですから、ごめんください。おっ、師匠、切れやがった。どうする、東さん。みんなを呼んでくれ。この花の正体を徹底的に調べるんだ。かなえちゃん、まだ起きてたの？お花がお水欲しいって。まだそんなお花を持ってたの？ダメよ。さあ、こっちお貸しなさい。お花ならもっといいのを買ってあげます。これは吸血植物だったんですよ。間違いない。分析の結果だな。大量のヘモグロビンを含んでるんだ。この花どっかで見たような気がするんだがな。本当か、北島。いや、気のせいかもしれません。
の咲いてた場所を知ってるのは一人だけです。カナイちゃんです。でもその子はその花の正体を知らないんでしょ。もし持って帰った花がまた血を吸い出したら。それなんだ。よし、もう一度電話してみます。今度はデモしね、なんだろうここよ。あ、赤ん坊の鳴き声にしたら変だな。人の言い方だ。ちょっと伺います。その花どこで見つけたんですか。もらったのよ。もらった。ええ、あの子に。おばさん、これあげる。まあ、どうもありがとう。綺麗な花ね。その花を捨ててください。え、よく聞いてください。今世間を騒がしている吸血鬼の正体はこれなんです。この花なんです。どうして花を配ったりしてるんだい。まさか知っててやったんじゃないだろうね。あの花が人を殺すって。あの花どこから摘んできたの。それだけでも教えてくれないかな。カナイちゃん、カナイちゃん、頼むから。カナイちゃん、東。北島さん、分かったぞ。あの花の咲いた場所をやっと思い出したんだ。え、本当ですか。あ、すぐ行こう。はい。何でもこの地下、昔捨てられて死んだ子供たちを供養するために建てられたのそうだ。土葬にされた死骸を食い尽くしたツタが地上の人間まで襲うようになったんだな。しかし恨み花とはよく言ったもんだ。恨み花。こんな代物は早いとこね、大事にすることだ。よし。カナイちゃん。お兄ちゃんのこと。お、気にするな。あの子にはかわいそうだけど、やむを得ないだろう。あれ？ああ。目が深いんですね。全部引っこ抜いちゃいましょう。よいしょ。よいしょ。ああ。目が長いな。よし。よし。あ、それは植物ではなく、スタ怪獣バサラの体毛だったのである。おお、あ、逃げろ。あっ、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 吸血しとくぜ。東、あっ、あっ、
ちゃんはどうしたの？また施設に戻っていったそうだよ。自分一人でね。そう、一人で。だけどあの子、どうしてあんなに花が好きだったのかしら。きっと花を本当の母さんと思って慕ってたのよ。いや、憎んでたんじゃないのかな。憎んでた？誰を？自分を捨てたお母さんをさ。いや、お母さんにそうさした。世の中と言った方がいいかもしれない。